どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが7月28日水曜日のマリーンズとのエキシビジョンマッチ終了後なんですけれども、タイガースは今日の試合、マリーンズ相手に9対2で敗れるということで、まあ、なかなか見せ場を作ることなく大敗で、エキシビジョンマッチは1勝1敗となりました。で、今回の動画では今日の投打のポイントのまとめということで、まあ、先発の伊藤投手がまさかの6失点、やはり左バッターに課題を残して、他のピッチャーもことごとく失点、ただ打撃に関しては佐藤選手、大山選手、この二人はね、まあ、しっかりといい状態をキープしてるんじゃないかなということで、まあ、今日のポイントについて深掘りしていきながらお話ししていきたいなと思います。ということで早速お話をしていきますけれども、まあ、今日の試合は9対2ということでね、まあ、序盤からの失点ということもあってなかなか攻撃にリズムをつなげることができなかったかなというね、まあ、展開だったんですが、まず投手陣見ていきますけれども、まずは先発の伊藤投手ですね。まあ、伊藤投手に関してはちょっと苦しい登板になりましたね。4回で球数が80球で被安打が7本、まあ、そのうちホームランも1本浴びて与えたフォアボールが4つで6失点ということで、まあ、なかなか伊藤投手らしいピッチングとはいきませんでしたね。で、伊藤投手がコメントを出してるんですけれども、今日は後半戦で自分の投球の幅を広げるために初めて投げるスライダーであったり、公式戦でこれまであまり投げてこなかった球種を使うという課題を持って投げました。結果的に失点してしまったことはもちろん課題ですけど、ランナーがいる場面で盗まれることも多かったので、クイックや牽制、間の取り方であったりしっかり修正して、次の登板機会でも公式戦に向けて試していきたいというコメントなんですけど、まあ、今回ね、まあ、この伊藤投手に関しては、いろいろと試しながらの登板だったと。で、やっぱり課題は左バッターなんですよね。まあ、伊藤投手に関しては、今日はヒット7本打たれたんですけれども、そのうち左バッターに打たれたのは6本ね。まあ、藤原選手にも痛いホームラン浴びましたけれども、まあ、やっぱり課題は明白かなと。で、矢野監督が先日ね、この伊藤投手に対してはコメントを出していて、今寿司に関しては、左に対してどうしていくかが一つの課題。内角を攻めるボールがあって、外に行くボールはまっすぐかカットボール。もうちょっとスピードの抜けたスライダーとかがあってもいいんじゃないかなということで、まあ、このスライダーを投げたらどうかっていう風なアドバイスはしてたんですよね。で、伊藤投手はそれを実践して投げていったんですけれども、まあ、その辺の制球であったりだとか、まあ、その辺のまあ球種ですよね。まあ、いろいろとこう試しながらという中で、まあ、投げていったわけなんですが、まあ、どうしてもね、左の先発ピッチャーの頭数っていうのはまだ揃ってないんですよね。まあ、及川投手も先発するとはいえど、まあ、岩里投手がどうなるかっていう条件付きですし、まあ、高橋遥人投手もゆっくり調整という感じなんで、まあ、どうしてもやっぱね、この伊藤投手に頼ってしまう部分なんでね、まあ、なんとか非公式試合で立て直してほしいですよね。まあ、残りね、多くても先発登板というのは最大でもあと2回ぐらいかなと思いますしね。まあ、ちょっと今回の登板で不安が残っただけに、まあ、しっかり修正していきたいところですかね。で、もう一人僕が気になったのは、やっぱり石井正樹投手なんですね。まあ、この石井投手に関しては、昨日に続いて2試合連続の登板というところだったんですが、まあ、湯浅投手が残したランナーを、まあ、残した状態でね、この石井投手が出てきて、で、迎えたのが安田選手なんですよね。矢野監督もおそらく、この左バッターを抑えるっていうところを、まあ、一つ課題と思って、で、石井投手を買うっていうところは、まあ、やっぱりその辺のね、仕事だと思いますから、まあ、抑えてくれよというところの中で安田選手に打たれて失点というところでした。なので石井投手はまあちょっと仕事をすることができなかったんですね。まあ、昨日の登板振り返って、一番大事なことは左バッターをしっかり抑えること、制球面で課題が出たなと思うというコメントを出していたんで、まあ、この辺はね、矢野監督ももう一度アピールというところで出したと思うんですが、まあ、今回は結果を出すことができなかったということで、まあ、どうしても入ってきてほしいピースなんですよね。まあ、先発中継ぎどうしてもちょっと左ピッチャーに課題を抱えている部分というのもあるので、まあ、その一つ解決策としてね、まあ、この石井投手も頑張ってほしいところなんですが、まあ、ちょっと2試合連続でね、打たれるというか課題を残すピッチングになりました。で、今日は全体でね、投手6人投げたわけなんですけれども、まあ、まとめると馬場投手以外は内容的にはあまり良くなかったかなという感じですね。まあ、この石井投手であったり、まあ、新しい戦力を探っていきながら、矢野監督としてもいろんな配置を考えてると思うんですよね。ただ今日は投手陣14安打9失点ということで、まあ、かなり打ち込まれるという結果になりました。で、バッテリーで考えていくと4盗塁許してるんですよね。まあ、この部分も課題かなと。シーズンではほとんどマスクを被ることがない原口選手だったんで、多少仕方ない部分はあるんですが、梅野選手にもし何かあればね、坂本選手、原口選手がメインで被ることになると思うので、二人にとってはこれ以上ないチャンスですからね。まあ、守備でもバッティングでも、まあ、スタメンで出てアピールする機会というのは少ないと思いますんで、まあ、しっかりアピールしてほしいなと思います。まあ、明日の試合に関してはしっかり投手そして守備からね、リズムを作って攻撃につながるようなね、展開作ってほしいなと思います。で、続いて打者陣ですけれども、今日は全体で5安打2得点ということで、まあ、なかなか打撃がね、振るうことはありませんでした。まあ、9回の2得点のみですね。で、スタメンですけれども、1番センター近本選手、2番セカンド糸原選手、3番ライト佐藤選手、4番サード大山選手、5番ファーストサンズ選手、6番キャッチャー原口選手、7番ショート木浪選手、8番レフト小野寺選手、9番 DH で板山選手ということで、まあ、昨日からちょっとだけね、メンバーいじってきましたね。まあ、上位打線はまあ完全レギュラー固定というか、まあ、この辺にマルテ選手が入ってくれば、まあ、固定メンバーかなという感じなんですけれども、まあ、木浪選手、板山選手も試しながらというところではありますが、なかなか打線がね、奮起というところはいきませんでした。で、今日の試合やっぱりこう
も気になったのは佐藤選手ですね。まあ、佐藤選手が2試合連続で長打ということで、まあ、ライト方向に思いっきり引っ張ったあたりでのツーベースヒットだったんですよね。で、佐藤選手もコメントを出していますが、オリンピック期間中にいろいろチャレンジしていく中で結果が出た、より正確に確率よく捉えるために必要じゃないかと試してるということで、まあ、いろいろとね、また違う動画でもご説明していきたいなと思うんですが、この佐藤選手、ちょっとね、バットの握りを変えたりだとか、まあ、いろいろ試行錯誤してるんですよね。で、まあ、疲れもあったと思うんですけれども、いい感じにその疲労というのも抜けてきて、強いスイングができてるのかなと。昨日は逆方向ね、センター方向、ライト、レフト方向へのホームランもありましたし、まあ、今日は引っ張り込んでね、速い打球でのツーベースヒットというのもありました。なので、いろいろと試行錯誤しながらの非公式試合なんでね。で、その中で長打という形で結果が出てるというのは、まあ、今後、佐藤選手のね、自信にもつながると思いますから、まあ、しっかり後半戦に向けてね、準備していってほしいなと思います。で、もう一人状態良くなってきてるなと思うのは、やっぱり大山選手なんですよね。で、大山選手は今日もね、ツイスト打法という感じで、まあ、宇宙間方向にツーベースヒットを打ちました。で、大山選手は昨日ね、試合終了後コメントを出してるんですが、速いまっすぐを一発で仕留めることができてよかった。センター方向にいいバッティングができたと思いますっていう風にね。で、矢野監督も本当にいい角度のついた、しっかりした打球やった。これがいい方向に行ってくれたらなという兆しの見えるような、いいホームランやったと思うっていうね。で、昨日のホームランと同じく、宇宙間方向へのツーベースヒットだったんですね。で、今日の二塁打っていうのは、昨日よりもかなりツイストをしていたなというか、まあ、意識してひねってるような感じだったんですよね。で、やっぱりそれによってヘッドが走って、バチンと強く叩いて伸びる打球が打てているからこそ、まあ、打球がなかなか落ちてこずに長打になったと思うんですね。まあ、大山選手、佐藤選手に関しては、昨日からそうですけれどもね、まあ、かなりいい感じでね、しっかり長打という形で結果が出てるので、この二人が打つか打たないか、やっぱり和製大砲の二人のね、この長打っていうのは、まあ、得点に思いっきり直結する部分だと思いますんでね、まあ、引き続きいい状態をキープしてほしいなと思います。で、今日のタイガースの得点というのは、9回のゲッツーの間の1点とワイルドピッチだけですから、まあ、なかなか綺麗な得点というのは今日は見られなかったですね。まあ、全体5安打ですからね。ただ、個人的に気になったのは、やっぱりショート争いなんですよね。で、今日は木浪選手がショートでスタメンだったんですけれども、まあ、結果は4打数ノーヒット。で、対する中野選手に関しては、途中出場でしっかりヒットを打ったということで、まあ、昨日中野選手は守備でもね、スーパープレイもありましたし、こうなってくると、やっぱりレギュラーは中野選手だなっていう風に、まあ、周りもね、見るような形になるんですよね。まあ、これまでの前半戦の成績っていうのを見てもそうなんですけれども、やっぱりこの辺でね、しっかりと下馬評を覆していくようなアピールをしていきたいんですが、やっぱりこう差は開く一方かなっていう感じですね。ただ木浪選手に関しては2軍で打率3割5分1厘残してるんですよね。だからかなり打ってると。で、2軍でのバッティング見てても本当にこう別人なんですよね。まあ自信満々というか、まあしっかり自分のスイングができてるなというところなんですが、ただ1軍になると結果が出ないというところでね、まあ、どうしても中野選手に勝ちたい、しっかりと後半戦は力になりたいというところで力みもあると思うんですけれどもね、まあ、残りの非公式試合でしっかりアピールしてほしいなと思います。で、あとは板山選手とかもそうですよね。まあ、今日は DH っていうところでね、スタメン出場でしたけれども3打数ノーヒットでした。で、板山選手もね、今年考えてみると開幕1軍でしたからね。で、序盤は守備固めとか代走っていう形でガンガン出てたんですけれども、ただ本来はバッティングもいい選手なんでね、まあ、この非公式試合でしっかりアピールしていきたいですよね。で、今回の木浪選手であったり板山選手であったり、まあ、小野寺選手とかもそうですけれども、まあ、こういう入れ替えが激しくなりそうなポジションっていうのは、じゃあ明日は島田選手を使おうとか、まあ、陽川選手を呼んでこようとかね、まあ、そういう入れ替えの可能性というのも出てくるんで、まあ、小野寺選手は昨日打ってね、まあ、2試合連続のスタメンというところ勝ち取ったと思うんですが、やっぱりこうね、アピールチャンスが少ない選手っていうのはどうしてもね、少ないチャンスの中で結果を出さないと、もうすぐに入れ替えっていう形でその選手が活躍したらもう出れないっていう風なね、まあ、立ち位置になってしまいますから、まあ、明日以降のアピール合戦というところもね、しっかり注目して見ていきたいなと思います。はい、ということで、まあ、今日のね、タイガースエキシビジョンマッチ2試合目は大敗というところだったんですが、まあ、オリンピックでね、タイガース勢青柳投手頑張ってましたけれども、今日はまさかの先制点許すということでね、まあ、ちょっと厳しい登板にはなりました。ただね、やっぱりこの青柳投手の登板というのを見てると、まあ、ちょっとかわいそうな部分っていうのもあったかなと思いますね。まあ、キャッチャーがね、なかなか組み慣れていない甲斐選手でしたし、で、今シーズンの青柳投手ね、まあ、左バッターのところに出すのはどうなんだとか、まあ、いろんな SNS の声があったんですけれども、個人的にはそれは全然いいと思うんですね。なんなら今年の青柳投手左バッターの方が抑えてますから、ただその左を抑える時っていうのはしっかりインコースを使ってるんですよね。まあ、そのしっかりとインコースを使えているからこそ今シーズンここまで勝てているんですが、まあ、どうしても組み慣れていないと、あのシンカー系統外にね、落ちていくようなシンカー系統に頼ってしまって、で、それをね、外を張られて左中間にバーンって打たれたような形だったんで、まあ、立山ピッチングコーチも青柳には負担をかけてしまった、勝ったけど反省が多かったっていう風にね、まあ、本来はロングリリーフ要員として待機してもらってたっていうところだったんで、まあ、ちょっと起用とすれば難しくなったっていう風なね、コメントを出してるんですけれども、まあ、青柳投手もね、まあ、ちょっとね、難しい登板にはなったんですけれどもね、またチャンスっていうのはあるでしょうから、まあ、しっかり頑張ってほしいですね。もしかしたら次の試合は梅野選手がマスク被ったり、岩崎投手が出てきたりっていうところもあると思うんで、まあ、タイガース勢の活躍っていうのも引き続きね、注目していきながら、オリンピックもエキシビジョンマッチも注目して見ていきたいなと思います。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッ
ッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者11,800人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せチャンネル登録者12,000人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホーありがとうございました。残り非公式試合は10試合、どんどんアピール合戦続きます。これからも注目して見ていきましょう。ではまた。